やっぱ置いといて帰ろ。昔あるところ、おかっぱちゃんと風船がありました。彼は風船がとても好きで、この風船で24時間遊べます。つらい。彼の口癖はシネシチップちゃんかわいいね。ある時彼が遊んでいると、あ、風船が木に引っかかれてたとさ。という感じで第1万7000回風船を取る選手権。人生で風船が引っかかった女の子を見たことありますか？ある？ないよね。空に飛んでって消えちゃうことならあります。そうだよな、悲しい話だな。むしろ幸運だよ。いや本当に。確かに。アニメとかドラマとか映画の世界だけでしょ。そこで見たことねえな、うん、僕らなんて言ったってアベンジャーズ好きじゃないですか。かっこよくアベンジャーズっぽく撮ったら、その女の子がキャヒーローってなるじゃん。アベンジャーズっぽく撮んない。違うの。キリリーン、鼻から牛乳。エントリーナンバー1番、くのちゃん。なんでその髪型。うるせえな、お前がやったんだから。髪やばくない？ちょっと待って、かっこよく撮れないよ。髪やばくない？この動画心配だね。ちょっとやべえな、ちょっとどうする。この動画、俺これ以上かっこいいの思いつかねえんだけど。あちょっと、俺に任せろ。ちょっとやっぱやりづらいから出て。エントリーナンバー2番、きょんちゃん。君たち、僕がこの風船をちょっとやけよう。はっ、こうか。はい、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 おい、いやー、意外と滑んだな。エントリーナンバー勝つや。エントリーナンバー勝つや。かわいい。はい。この動画やべえな。俺はそういうかっこいいじゃないっていうかっこいい。はい。おい、どうしたクソガキ。おい、風船引っかかったのか。クソガキ。おい、おい、不思議じゃない。カツヤ、急なアドリブ入れてきやがった。ダメよクソガキ。もうマジで分かんねえよ。さまねえなクソガキ。全然意味わかんないんだけど。5分後いなくなって、あ、そこまで使うのね。オッケーオッケー。5分後。なんだその諦め方。たっけあのガキ、おとなしく音の頼りはいいのによ。けどこ行ったあのガキ。どう、次の風船かけよう。どう、次の風船かけよう。こっち亀っぽくない。うん、言うんじゃねえ。キョちゃんの2ターン目。いいよ、BGM 流れてる、BGM。スパイダーマン、そっちかい。スパイダーマン。現れたな、新参者クロスオーバー。はっ、君に風船を取ってあげよう。通りすがりの方が死ぬほどご覧になってます。バッタモンか。4時になったって。あいって、あいって、足首切った。ちょっとふざけんな。おい。風船が引っかかってる。
かるやろ。カットでいい感じにしてくれ。いや、当てただけです。増えたい。くっつきか、くっつきか、くっつきか。さ、いっぱいだからさ。取れました。あ、子供の風船が引っかかっちゃってる。大変だ、取ってあげないと。子供が困ってるから大変だ。よし、見てろ。15金よっ。よし。いや、これ服破れるわ。折りましょう。よし。もう大丈夫だぞ。そういう寂しかったし、ごめん。そういう世界観で送るし。な、任せろよ。うん、今俺が助けてやる。いいんだけどさ。あ、ありがとう。おお、おいしょ。37歳の37歳でそれ何があった。79歳の小僧六歩。おじいちゃん、わしじゃ取れん、引っかかるんじゃ。困ってるおじいちゃんじゃねえかよ。子供泣いてる。大丈夫か。おい、おい、諦めるな。だってこういう時に自分で取れるようになんなきゃダメなんだよ。取れよ。取れよ。取れよ。自分で取れるようになるんだ。風船が引っかかってる。任せろ。行くんだ。俺のこと踏み出しにしてけ。早く行くんだ。せーの、よいしょ。なんで取れないの。カツヤ、俺任せろ。ジャギン、バカだ。あわわわすんな、勝也。なんかの動画のおまけレベルの動画だ。出してかなり勇気。ご視聴ありがとうございます。見たい人みんなが、それ楽しめると思う動画を全力で、全力で。